はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第236回でございます。今回は捨てるこだわり、守るこだわりというテーマで話していきますので、よかったらね、最後までお付き合いください。よし、じゃあ早速話していきましょう。で、今回は、ちょっと前にですね、まあツイッターで話した話題というか、まあそこのね、連動してることになるんですけど、今ですね、こうよく、まあ、自分がね、勉強動画、今だったら中1の英語の取り直しと、高校生の数3ですね、を撮ってるんですが、その勉強動画以外の部分、自分の顔を出して話す、プチ相談だったりとか、まあ、トーク動画ですよね、のやつに、テロップをつけるかどうかっていうのをずっと迷ってるんですね、自分は。で、できればつけたくないっていうのが本音なんです。で、その、なんでつけたくないって思ってるのかとか、でもなんで迷ってるのかみたいな、それをちょっと話していきたいですよ。まあ、ちょっと話聞いてくれみたいな、今回ダラダラジオになっちゃうんですけど。で、まず、じゃあなんでつけ、どうしようかな、なんでつけないかっていうふうに、あ、なんでつけようと思ってるかにしようか、先にね。で、それは、まあもう YouTube の、まあ、流れが、テロップがあった方がいいよねっていうのが一番。で、まあ、この前 Twitter で聞いた時もそうでしたけど、やっぱりテロップがあった方が見やすいし、内容が入ってきやすい。っていう意見が多くて、実際自分もそう思います。うん。最近あんま見れないけど、まあ、YouTuber さんの動画を見たときに、テロップがある方がさ、こう、耳で聞くだけじゃなくて、目で見て終えるから、やっぱり入ってきやすいですよね。うん。だからそう見たときに、やっぱあった方がいいんだろうな、とは思うんですよ。そう。思うし、再生数も伸びやすいんですよね。だからそれはね、分かってんだ。それはすごく分かってるんですけど、じゃあ、なんで、ずっとテロップをね、入れない。まあ、なんか、なんだろう。こう、ポイントにはさ、ポイントの時に、ちょっと文字を出すことはするんですけど、なんで全部テロップを入れたりしないかっていうと、まあ、日常会話、みんながさ、日常生活していく中では、こう、もちろん会話にテロップなんかないし、相手の声、相手の言葉と、まあ、表情とかで、その人の何を言おうとしてるのかっていうのを読み取ったり聞き取ったりするのが日常的な、まあ、必要な能力だと思うんですね。で、別に、テレビを見てもさ、テロップは出るじゃないですか。だからさ、それが普通にあるじゃん、そういうのもあるじゃんってなるかもしれないんだけど、まあ、一応教育分野でやってるし、自分は、その、YouTube をやる上で、まあ、子供たちって言ったらあれだけど、学生のみんなにとって有益なもの、だから子供たち、学生のみんなが成長していく、なんか手助けというか、背中を押す手伝いをしてたいと思ってる。で、テロップをつけることはもちろんいいことだし、みんなにとっては聞きやすいっていうものもあるんだけど、それに慣れちゃったら、日常会話の時に、いつか弊害が出るんじゃないかなっていうのを懸念してるの。これはずっと昔からそうで、自分は。で、YouTube っていうものが本当に大きくなって、みんなの生活の中の一部に本当なっていったでしょ。で、それはすごくいいことだし、まあ、テレビからこっちにね、YouTube に、が、こうなんか生活の、なんかメインになっていく、なっていった人が多いから、それはそれはいいんだけど、でも YouTube っていうのはそのいい面だけじゃないから、絶対に悪い方の弊害も出るの。で、それはきっとこれからなんだよね。そこが、なんか浮き彫りになってくるのは。で、その中で、教育で真面目な話をしてるから、真面目な話ぐらい。で、自分がさ、みんなに伝えるために、なんだろう、伝わってほしいなって思いがあるから、顔出しをして、一応、こう話してるんですけど、だからこそ、まだまだ自分のね、力不足なところはたくさんあるの。本当にそこがまあ一番なんだけど、本当は。でも、自分の表情と喋り方と、まあ声の、声色というか声のね、そのなんだろう、喋り方とかその面も含めて、それで、伝えれるように、やっぱり動画を作んなきゃいけないんじゃないかなって。だから自分編集あんま入れないんですよ、トーク動画の中に。ほとんど挨拶の後に一回ちょっと切ってるぐらいしか入れないようにしてて。それも、こう、切った方が見やすいんですよ。YouTube の動画って。ほんとそれもわかってる。切ってブツブツにした方がね、スピーディーにパッパパッパ入ってくるから、見やすいんですけど、でも、それは日常みんながする会話とは別だよねっていう、そうがあって、テロップとか、そのぶつ切りに編集するっていうところも、あえてしないでおいたの。もちろん物理的な時間がきついっていうのもあるんだけど、仕事も忙しいんでね、今ね。だけど、伝わるんだったら、編集のテロップ入れたりした方がいいのかなっていう、そこの迷いがあって。だからずっとこだわりを持ってたんだけど、やっぱりこだわりっていうのは、守んなきゃいけないものは守んなきゃいけないの。自分の核という部分でね。でも、それに固執してしまって、俺こだわりこれあるから、もう知らないっす。みんなそんな知らないっす、みたいな。
してしまったら自分の成長も妨げるんだよね。で、その辺を考えていくうちに、その今のそのテロップとか編集っていう部分には、まあ捨てるって言わなくてもいいけど、ある程度こだわりを変えていく必要が出てきてるのかなっていうふうに思ってます。ただ、まあ守るこだわりっていうのを書いたのは、例えば勉強動画。きっとね、勉強動画もがっつり編集した方が見やすいっていう子のが多いと思う。今 YouTube に慣れてる子たちは。きっとね。ただ、そこは、きっと俺は、崩せない。と思う。うん、編集なし、一発撮りで。もしね、最後の方でめちゃくちゃ噛んじゃったら、もう一回最初からちゃんと板書書き直して撮り直すみたいな。そのスタイルは、やっぱり、そこは変えないでいたいなって思ってるんだよね。うん。学校で受ける授業は編集ないし、パソコンをさ、パソコンとかスマホを通して動画を見てくれてるわけじゃん。その機械を通してる時点で、まあ、無機質なものというか、こう、血の通ってないものにどうしてもなりがちなの。でも、授業は、やっぱり人が作るもの。人の血を感じ、なんだろう、体温を感じるというか、そういったものであってほしい。それで伝わってほしいっていう思いが強いんで、おそらくそこは変えない。でも、例えばそのメインの授業ね。今撮ってるメインの授業とかは編集しないんだけど、じゃあ、テスト対策とか。例えば、これからちょっとやろうと思ってるのは、なんか暗記系のものとかはさ、一回で板書でやるよりも、編集入れてやった方が、効率はいいよね、きっと。でそういったところは、これから編集のある、まあなんだろう、動画、勉強動画を作るのもありかなと思ってるんで、多分今年中にね、試しにやると思います。それに関しては。うん。だから、まあもしかしたらそれでもね、うわ、なんか、あんだけ言ってたのに変えやがってよ、と思うかもしんないけど。でもやっぱ自分でいろいろ考えて、まあすごい悩みながらいろいろ考えて、で、試して失敗することなんてたくさんあるけど、で、失敗したらそっから軌道修正して、で、みんなにとって有益なもの、プラスになるものにしていけばいいだけの話だから、まあそんな風に思ってる。テロップに関しても、まあこれからたまに入れて、全テロップね、全部テロップね、入れるやつ全テロにして、やる動画も出てくると思います。で、みんなの反応を見て、まあ自分のね、その仕事量との兼ね合いも出てきちゃうんだけど、まあそういったことで、今年だけじゃないんだけどさ、やっぱね、年を取るって言い方したくないんだけど、年齢いっちゃうとね、こう、凝り固まるんだよね。自分のスタイルができてしまうから。でも、やっぱり何歳になっても、変化を受け止めないと。っていうのは俺の、なんか、生きる上での大事なことなのね、自分の中では。こだわることはこだわるけど、でも人の意見も聞く。ちゃんと話も聞く。で、必要なものはどんどん受け止めて、受け入れて、変えていくっていう。そう。っていうのがやっぱり、自分にとっての成長になると思ってるから、なので、きっとね、いろいろ迷ってるの。ほんとその面でもそうだし、他のこともすごく迷ってるから、なんかあっち行ったりこっち行ったり、ふらふらしちゃうかもしんないんだけど、まあ、みんなにとってはね、なんだろう、戸惑わせたりとか、邪魔になるようなことはしない、極力ね、しないように気をつけるけど、まあ、そんな、なんだろうな、もしふらふらしてたら、こう、ね、まあ、叱咤激励も受け止めるからさ、まあそんなことで、今は、そのテロップに関してとか、そう動画のトークの編集を入れる、なんか、ブツブツね、ブツブツに切って編集入れるのは多分しないと思います。それは。そこはね、ちょっとまだ崩したくないとこなんで。ただテロップに関しては、まあ、もしかしたらちょこちょこ入れる時が出てくるかも。まあ、まず短い動画からだと思うんだけどね。まあ、そんな風に思ってます。そう。で、これを投稿してる時に、みんなの目に触れてるかちょっとまだわからないんだけど、この撮影してるのが土曜なの。投稿してる前日だね。で、撮って、この段階で一本ね、あるトーク動画、喋る動画を撮ってて、で、それが17分ぐらい。かなり長いんだよね。で、内容も重たい内容です。ちょっとね、こう、死にたいとか、生きる意味とか、その人生を変えるとか、そういったテーマのものをちょっと話してる。で、もしかしたらまだ投稿してないからね、みんなの目に見る人、触れてないかもしれないんだけど、結構そういう、まあ、重ためなテーマとか、どうしてもちゃんときっちり伝えたい時とかは、まあ、テロップ入れた方がいいのかなとかね、いろいろ考えながら、まあ、やっていきますんで。なんか、同じ話をダラダラしちゃいましたけど、まあ、そんな風に今年ね、まあ、変化しながら、守るものは守って、変えるものは変えてっていう感じでやっていきますんで、まあ、どうぞよろしくお願いしますっていうところにね、まとまっちゃうんですけど、まあ、そんな風にやっていきますんで、よろしくお願いいたします。で、まあ、一つだけね、ちょっとおまけみたいな言い方になっちゃうんだけどさ、みんなにとっても、みんなもこだわりがあると思う。それは勉強においても、そうだし、スポーツにおいても、生き方とか、何かのやり方とか、そうわかんないけど。で、守るものは守ってごらん。それは、人に馬鹿にされようが、こだわりは自分のものだから、いいの、それは。
守っていく。ただし、まあ、さっきも言ったけど、人が言ったもので、ね、もちろん、特にみんなさ、まだこうなんだろう、中高生とかだと、親から言われたりとかさ、先生に言われたりとかで、もう、うっせえなーってなる時もあると思うんだよ。でも、やっぱり、人が言った意見っていうのは、一回ちゃんと受け止める。もう、遮断して、うっせえ、バカって、遮断しちゃったら、それはもったいないんだよね。ただ、誹謗中傷とかね、それはもういいよ、シャットダウンで。知らん知らんって、ぽいぽいって、しちゃっていいから、ただ、意見とかは、しっかり一回受け止めて、でも、必要か必要じゃないかをちゃんと自分で判断して、あ、これは必要ないなって思ったら、ポイってすればいい。で、受け止めて、でもそっから、まあ、受け止めたものから全部をね、自分のためにプラスにしなくても構わないけど、そのうちの一部を、あ、ここは自分使えるかも。ちょっと試してみようかな。この考え方いいな、みたいなの。受け止めつつ、みんなもね、それは絶対成長につながっていくから、そんな風にやってってね、もらえたらと思います。はい。ということで、今回のダラダラジオね、5分ぐらいで終わると思ったんだけど、本当にすぐ話す。すぐ話したがる。ごめんね、10分超えちゃったんですが、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。では、また次回ですね、また何かテーマ決めて喋っていきますので、もしよかったらそちらの方をまたね、聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。